逆襲の時が来たぜよ、ズラ。ズラじゃない、3692番だ。あ、すいません、かけ間違いました。間違い通信じゃった。ズラジャーのお手、3692番じゃった。3692番じゃない、カツラだ。てお前も捕まっちゃるんかい。あれ、ここはどこじゃ。うるさいな、の、どうした。おい、ズラ、起きろ。わしらなんか新幹線にいるぞ。俺たちはさっきまで宇宙船に乗っていたんじゃないのか。これは宇宙船なのか。いや、どう見ても新幹線だ、これは。とりあえず席に着いた方がいいんじゃねえか、俺ら。おい、見ろ。ああ、胸騒ぎって書いているぞ。もうすでに胸騒ぎだな。びっくりしたぞ、わし。なんかそれとどことなくエリザベスに似た少年。どこがだよ。この大きく開いた口、エリザベスのようだ。いや、あそこから目出てきた。かなり怖いけど、ズラ。お、7号車って書いてあるぞ。異常があればお引き返しください。アマントたちが何かしているかもしれない。なるほど。あ、猫ちゃんだ。ズラ見ろ。おー、かわいい毛玉ちゃんじゃないか。毛玉ちゃんって言うな。気をつけろ。なんだ。いいか、なんじゃ。座席の下からアマントが飛び出してくるかもしれない。アマントじゃなくてサラリーマンなら横にいたぞ今。これは本当にサラリーマンか。いや、サラリーマンの皮をかぶったアマントかもしれない。アマントか、おまんは。どうなんだ、話しかけてみてくれ、タツマ。おい、そこのサラリーマン、なんで靴下履いてないんだ、お前は。お、どうだ、異常はあるか。異常っぽいのはないけど、これわしらの席どこじゃ。お、なんだ、なんだ、子供が。どうも、少年。じゃあ、こいつ顔見してるだけだぞ。なんだ、話しかけられないのか。おい、少年。少年、なんで返事をしないんだ。タを吐きかけてやれ、タを。うるっぱ、行くさ。ちょっとちょっと、あの伝言代わりで。誰がタンツボじゃ、わしは。異常ありません。おう、じゃあ今のが異常のない状態だったのかもしれない。あれの異常版を探せってことか。そういうことかもしれないぞ。超簡単じゃねえか。これもう始まってんのか。これは始まっているかもしれない。よく見ろ。わかった。こんにちは。うわ、こんにちは。なんだお前は。喋りかけんなよ、カゾ。また会ったね。お兄さんもゲームをしに来たの。え、なんか怖いよ、この子供。わしらゲームしに来たの。僕めっちゃ楽しみ。いや、勝手に話進めないでもらっていいかな。いや待て、俺たちは新幹線にいるんだぞ。どういうことだ。どうやってゲームするんだ、クソガキ。お姉ちゃんが起きないから暇なんだ。ああ、いや、待っても、てっきり人妻かと。人妻か。ちょっと残念だな。すごく待っても起きないんだもん。全然起きないらしいぞ、お姉ちゃん。引っ叩いてみたらいいんじゃないか。ちょっと辰馬引っ叩いてみろ。あれ、よし、捕まらないわし、これ。いや、大丈夫。ゲームのルールは知ってる。俺たちはなんかいろんな大人の都合で知っているはずだ。いや、そうだな、いろんな大人の都合で知っているはずだ。僕をからかおうとしてるね。知らないと思うから教えてあげる。いや、教えるんかい。選択肢の意味あった今の。ねえ、変わったことがあったら戻る。簡単でしょ。大人の事情で知ってるんだけどね、わしら。ゲームを終わらせる方法。知らなかったことにしておくのが大人の優しさだ。0号車まで行って、その先の運転室でブレーキをかけるだけ。なんだって。なんだって。これ驚いておいた方がいいからな。うん、こういうの大事だ。大事だ。トイレの車両は変わったことは起こらないからね。じゃあ後でまた会おうね。まあ、じゃあこっから本当に始まるってことじゃの。そういうことみたいだな。よーし、ズラ、行くぞ。行くぞ。子供はいないのか。あれ、子供がいないぞ。これ異常じゃねえか。これ異常かもしれない。坂本、急いで戻る。帰るぞ。走れ走れ。異常じゃ異常じゃ、ガキがいねえ。逃げるなら今しかねえ。ズラ、ジョイがジョイ、ジョイがジョイ。よし、わしは帰ったぞ。やっぱ異常だったんだ。異常あったんだな。待て、ズラ。おい、なんか見えるぞ。なんか外明るいぞ。これ異常じゃね。異常っぽいな。これ帰ろう帰ろう。え、わしら結構順調なんじゃないの。お、成功じゃ。もう5番じゃ。いや待て、タツマ。なんじゃ。もしかしたら俺たちは今簡単な道を進めていると思いながら騙されているのかもしれない。そんな高度なことされてんのか、わしら今。ああ、気をつけろ。
わかった。これから罠がいっぱいあるかもしれないぞ。わし結構怖やがりだからね、こういうの本気で。大丈夫だ、俺に。全然任せられないけど。これは異常ないかもしれない。これどうじゃ、言っていいのかこれ。言っていいよ、俺を信じろ。わかった、わしはズラを信じる。てー、あ、正解じゃん。これ見ろ、待っていたじゃないか。異常という異常がないな。これぐらいだったらわしは全然ビビらないし怖くない。おい、気をつけろ。お、サラリーマンか。あの、本当にやめてくれないかな。いや、今アマントが急に現れた。アマントが急…ビビる要素そこかな。わし、アマントよりズラにびっくりしたんだけど。危機感を持った方がいいのかもしれない。ズラ、わしで遊んでないか。ここ、点々 3本だっけ。2本じゃなかったっけ。いや、どうだ、床まで変わるのかこれは。いや、ズラがいいって言うならわしは行くしかない。もう全責任は俺が取る。わかった。これ合ってれば3だ。合っているはずだ、行ってみろ。おお、合ってるじゃないか。合っているぞ。やはり頭の良さは俺が一番か。さすがじゃのう。でも、おい、立つ。うわー、なんじゃ。トイレがあると。トイレは異常ないって言われてるだろうが。大丈夫か、誰に言われた、そんなこと。少年に言われてただろうが。大丈夫か、乗り物酔いとか。こんなところで気をつ…もう本当に…結局酔ってたんじゃないか、やっぱり。すまん、わしって言うたらやっぱゲロ出しちゃう感じちゃう。おい、待って。おい、いや、びっくりしないぞ、わし今なんだ。気をつけろ。うん、右上にアマントがいるかもしれない。バックじゃないぞ。よく見ろ、アマントじゃないぞ。アマントじゃねえか。坂本、ちょっと近寄ってみろ。え、近づいていいのこれ。これはやっぱ接触した方がいいと思うぞ。何されてるんですか。どうしました。大丈夫ですか。あの、そこ荷物置き場なんですけど大丈夫ですか。踏ん張ってますか、もしかして。なんか茶色くないですか、お尻の方。おい、ちょっと待て。ここからの角度だともしかしたらこれが見えるかもしれない。確かに、が見えるかもしれない。まずい、動画的にまずいかもしれない。これ戻れ。あいつくせえぞ。なんかここまで匂ってきてるぞ。走れ走れ。どこぞの将軍じゃねえんだからやめてくれよな。そうだな。おお、もうクリア目前といったところか。早いの。いや待って、なんだ。もしかしたらサラリーマンが本当はアマントなのかもしれない。よく見てみろ。ちょっと待って。どうした？おい、映っていたんじゃないか。今なんか映っていなかったか。よく見ろ、俺たちは今二人でこの電車に乗っている。俺だ。これズラか。なんか俺だ、どう見ても俺じゃない。なんか増えてるけどな、わし圧倒的な、これな。いや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 、俺がくっついて歩いてるんだ。ほら、どこにいるんだズラ。ズラが異常じゃん。異常じゃないだろ。お、番号書いてないぞ。どうやら俺たちは脱出ができたようだ。そうじゃ、これでわしらの勝ちじゃ。おい少年、出てこい。あ、おい、どんどん。なんじゃ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 、急ブレーキをやめるんじゃ。大丈夫か坂本氏、顔色が悪いぞ。ああ、ごめん、電車で酔うて気持ち悪くなってしもうて、ずっとカツラ眺めたき気持ち悪かった。ふざけるな。